しっかり支度しな。何が欲しいんだい。ちょうどいただくよ。いい選択だ。最近の食事は。ドリスに事情を聞いてみるか。サロンにいるはずだ。ドリスはどこに。シド、誰かお探しですか。ドリスを見なかったか。話があるんだ。ドリス隊長は任務中であります。今回は単独で調査に当たるとのことで少し前に出て行かれました。何の調査を。奴隷商人の調査であります。以前ノースリーチ近郊でベアラーを救助した一件から密売の手がかりをつかめたそうなのです。奴隷商人。あの時のドリスの言い方は、そいつが何者なのか知っている様子だったが。俺も様子を見に行こう。どこに向かったか教えてくれ。はい、マーサの宿を調査中のはずです。どうかお気をつけて。なぜ単独で調査に。彼女に何があったんだ。ドリス隊長はマーサの宿を調査中であります。どうかお気をつけて。そう。ドリスが奴隷商人を調査しているはずだ。探してみよう。いろんなことが起こりすぎて気持ちが追いつかないよ。今日も明日も剣を研ぐ。アカシアにやられた傷はもう。じゃあね、ドリス、久しぶりに会えてよかったよ。あなたもお元気で。ドリス、ここにいたんだな。シド、なぜこちらへ。お前が奴隷商人の調査をしていると聞いてな。隊長が単独行動とはどういうことだ。申し訳ありません。古い知人が手がかりをつかんでいると分かったのです。今の身分を隠し、私一人で調査をする方がうまく話を進められると思いました。知人、さっきのやつか。それで何か収穫は。はい、九段の奴隷商人の居場所が分かりました。現在バーム立教にベアラーたちを集めているようです。これから移送するつもりなのかもしれません。また話によれば、ここしばらくの密売には一部のザンブレク兵も加担しているとか。組織ぐるみで動いているとなると、ことは急を要します。私はこのまま現地へ向かいます。俺も行こう。兵士の相手は任せろ。ドリスはタイの連中を呼んでベアラーたちの保護を頼む。承知しました。では後ほどバーム立教で合流しましょう。奴隷商人はバーム立教にいるようです。後ほど現地で合流しましょう。
奴らか。だがあの女、確かマーサの宿でドリスが話していた。この辺りでベアラを集めるのも、もう潮時みたいだね。ではそろそろ本国へ戻られるのですか。当然さ、こんなところでミスミス捕まったら奴隷商人の名折れってもんだ。荷物はもうまとまってるんだろ。次の大きな仕事も待ってる。さっさとザンブレクに運んでくよ。は、直ちに。ああ、だけどその前に邪魔なネズミを始末しておこうか。やれるものならやってみろ。来い。あとは貴様だけだ。やれやれ、みんなくたばっちまったかい。私も焼きが回ったもんだ。降参だよ、好きにしな。シド。なるほど、あんたが噂のシドだったのか。そりゃかなわないはずだ。ドリス、あんたシドのところにいたんだね。それにやっぱり気づいてたか。間違いならばどんなによかったか。シド、黙っていたことをお許しください。彼女はかつての主人、そしてこの世界で生きる術を教えてくれた人です。この人が育ててくれたからこそ私は今もこうして生き延びている。よく覚えているね、あんな昔のことをさ。あんたはベアラーの中でもよくできた子だったよ。武芸をやらせても文字を習わせても器用に熟した。だからただの奴隷として使い捨てずにずっとそばに置いてたんだけど。ねえ、私の剣、戻ってくる気はないのかい。今の私はベアラーのための剣です。もうあなたのものではない。最後にそれだけ伝えたかった。さようならご主人。あなたのことは一生忘れない。ベアラーのための剣か。まっ本当によくできた子だよ、あんたは。奴はどうする。私たちは彼女を裁く身にはありません。ですから何もしません。密売されそうになっていたベアラーを助けることができた。それで十分です。そうか、わかった。シド、ご協力ありがとうございました。今回の一件、改めて隊員にも伝えておきます。
手紙の件もある。コールには俺からも話しておこう。お帰りなさい、シド。ドリス隊長からの知らせを受けました。シドが任務に加わり、密売を事前に防ぐことができたと。ベアラーたちも直に保護されてくるはずだ。それと手紙の件だが、ドリスならもう大丈夫だろう。ありがとうございます。先ほどようやく事情を知りました。俺たちが追っていた奴隷商人、まさか隊長の昔の主人だったなんて。あの奴隷商人はザンブレク兵と一緒に自首したそうです。ベアラーの扱いが悪いザンブレクでさえ密売は重罪、厳しい罰を受けるでしょう。隊長の心中が気がかりです。彼女はしっかり過去と決別していた。心配しなくていい。そうですか。ドリス隊長らしい。隊長は過去を切り捨ててでもシドと共に人が人として生きられる場所を作ろうとしている。シドのおかげで改めて覚悟を思い知りました。隊長のもとでもっと多くの命を救ってみせます。ああ、よろしく頼むぞ。